放送席の解説、田中秀道プロ、そして最終組に佐藤信人プロ、最終組から今2組前の第10組には金谷太一郎プロについていただいています。では最終組が望んでいく13番を田中秀道プロに解説いただきましょう。はい、距離は、ね、あまりないんですけども、まずはこの左右のバンカーに入れないように、はい、まあ、フェアウェイウッドなどで打つ選手が多いですかね。しっかりフェアウェイを捉えて、まあ、今日はピンが、はい、段の上に切ってありますから、はい、やはりそうですね、できるだけ短いクラブでしっかりコントロールできる、セカンドショットですね。とにかくスピンをかけすぎないしっかり止められるかというアイアンショットが必要になりますね。浅地洋介です。今週は全部ドライバーで行きますって言ってたんですけれども、佐藤さんどうですか？そうですね、ドライバーで今のところ全部行ってますね。あ、そうですか。はい、ちょっと右ですかね。そうですね、大きく曲がるのはあんまりないですけど、やっぱちょっとでもラフ入ると、はい、やっぱ今日は風もあるんでセカンド難しいですね。うん、というスコア上位の3人ではあるんですが、その後ろの組、その前を戦う組 もどんどんとスコアを突き上げてきています。大混戦のサンデーバックナイン、勝者は一体誰なのか。マイナビ ABC チャンピオンシップゴルフトーナメントファイナルラウンドです。そして浅地です。この一つ前でスコアを落として、現在トップとは1ストローク差、120ヤード、はい、こちらの方が少しライは良かったですね。うん、ここに傾斜がありますが、うん、しっかり上に来ました。まあ、アゲンストとはいえこれも素晴らしい距離感ですね。はい、13番のグリーン上です。こちらからは少し左に切れますね。はい、まずは浅地が行きます。割といいラインではあると思うんですよね。はい、そうですね。もともとパターでは非常にこう悩みを抱えていた時期もあったんですが、秀道さん、最近パットが安定してきて、うん、特に今週もいいそうですね。そうですね、でもこの、ね、数年前からそういう悩みがありながら、ね、この、はい、まあ、優勝も果たして、ね、ここまで来てますからね。そういうのを克服するのは、ね、本当に大変だと思うんですけどね。はい、今シーズンの選手たち このスタッツ成績をこうグラフにすると、浅地はなんとこうパッティングストロークでは今むしろ上位で ね、 そうですね、しっかり拾えてるってことですね。リカバリー率と、はい、うわ、思ったより早かったっていう感じですか ね、 ここは。しかしパットで悩んでたっていうのは全くわからないですね。そうですか。人目には割としっかりヒットできるタイプですし、はい、スコア的にっていう意味でもやはりこう、ね、流れっていう意味でも、ね、かなり大きくなってきますから ね、 ね、一打一打が。浅地も大事なパーパット沈めました。危なげない感じですね、パッティングは。一つ深く息を吐いた浅地、ドライバーです。もう、ね、当たり前のようにドライバーになってますね。まあ、右の下に落とすのもね、こう怖がらず打つっていう感じですね。うん、いい方向行ってます。いいバランスでした。はい、うん、さあフェアウェイを傾斜で駆け下りていきます。完璧ですね。はい、最終組の3人が14番のティーショットを終えました。大混戦のサンデーバックナインの戦いが続いているマイナビ ABC チャンピオンシップファイナルラウンドです。食べようか。続いて浅地です。通算5回目の最終日、最終組、これも90ヤード、はい、しっかり根元に止められる。突っ込んでますよ。突っ込みすぎた。いや、風の計算難しいです ね、 ですね。本人はなんか、思ったように打ってた感じですけど、思ったよりフォロー強いっていうリアクションですね。
14番浅地洋介の第3打アプローチです。バンカーショット、これはバンカーうまい浅地君なら寄せてくるんじゃないかなっていうところだと思いますけど、ね、はい、うん、惜しい、うん、いいですね、はい、本人はフラストレーション溜まってますが、そうですね、まあ、セカンドショットがね、うん、かなり自信のあるようなフィーリングだったでしょうから、はい、もう十分チップに狙ってましたよね、はい、悔しがり方を見ると、はい、これを、ね、しっかりと決めて、やはりポイントになる15番のティーショットを、ね、フェアウェイに行けばという、かなりまた動いてくると思いますから、はい、しかし秀光さん、スタートしてしばらくはこの最終組なかなかスコアを伸ばしあぐねる3人だったんですが、でも本当にスコア上位でお互いにね、こう踏ん張ってますね、そうですね、ここは慎重にですね、うん、うわー、右からですね、はい、続いて浅地洋介、15番はパーパーバーディーという3日間です。浅地選手も過去3日はあんまり良くないですけど、今日は結構フェアウェー、はい、よく行ってますね、うんうん、あの距離の短いパー4ホールも多い ABC なんですが、あの浅地はもうあんまり最近ショットが抜群じゃないので、どうせ曲がるならもう全部ドライバーで行こうと。次に浅地が打っていくようです。石坂選手の1ヤード前ですね、269、はい、この前方の林がかかってくるのね、木があるので、うん、ピンの方はね見えないと思うんですけども、うん、あ、こうやってね、花道がベストでしょうけど、はい、まあ、外すなら右の方がいいですかね、そうですね、はい、と思います。ですからある意味右のバンカーは許容範囲という感じじゃないでしょうかね、うん、でも攻めていくような角度に向いてますね。いい方向行ってる、フィニッシュ決まって、いい方向ですよ、うん、キャリーが、うわー、素晴らしい、傾斜を登った、これ会心の一打じゃないですかね、距離もね、見事いい音しましたしね、昨日の18番も会心のイーグルだったんですが、今度はファイナルラウンド15番でチャンスにつけました。さあ15番です、もう一度ご覧いただきましょう。秀道プロも佐藤プロもいい音がして完璧だったというセカンドショット、これは浅地選手の距離だとエッジぐらいが精一杯かなと思ってたんですよね、本当にあの会心の当たりだったと思います、はい、まあ、秀道さん、それをここぞの場面で出せるっていうのはやっぱり彼が培ってきたものであり、技術の結集であり、うん、そうですね、はい、やっぱりなんとなくで打てるのね、ショットじゃないですからね、うん、その辺のスキルをしっかり上げてきているのはやっぱり見えるショットでしたね、飛距離もそうでしょうね、はい、そしてこのパッティング、はい、下りの少し、ね、左に曲がるラインですけど、思ったより曲がってこないと思うんですけども、うん、ちょっと浅めにねちゃんと打ってましたけど、しっかり薄めに読んでましたけどね、そうですね、いい読み方でしたけど、はい、ただこれで現状トップに並びます。ね、いいバーディーの取り方ですよね、14アンダーで3人が並びましたが、ただ石坂も堀川もこの後まずまず距離はありますが、バーディートライを残します。これね、今のイーグルパット外れましたけど、はい、うん、よくあの右から膨らまさないっていうのはね、あのよくできるなと思いますね、浅めに打てたっていうのがね、はい、ここのグリーンはあのめちゃくちゃ速いんで、はい、どうしてもやっぱ厚めに厚めに行きがちですよね、そうですよね、うん、
て16番です。改めて、ごめんなさい、これ221ヤード表記なんですが、最終日はティーが前になっているということで、はい、実測174ヤードですね、はい、フロントエッジまで166ヤード、ピンが8ヤードのところにありますからね、はい、ですからバンカー越えの、ここから見ていただくと分かりやすいですね、うん、バンカー越えのもうすぐ上がったところにピンがありますから、はい、まあ、バンカーからグリーンまで少しね、あの、花道のところ広くなってますけども、うん、この縦距離は非常に難しくなりますね、合わせるのは。わあ、これだから距離が短くなったから選手たちは簡単なのかなと思いきや、むしろランク3番目と難易度が上がってますね。ここもね、もう少しアゲンストよりに吹いてくると、うん、ある程度ね、あの根元に止めやすくはなると思うんですけど、横風が強くなってると思うので、はいはい、ちょっとね距離感非常に難しくなります。やっぱりこう上空をよく見ますね。ちょっと角度が真横で吹いてるのか、はい、佐藤さんほぼ横ですか。いや、右からアゲンストだと思うんですけどね。最初8持ってましたけど、おそらく7に変えてると思います、はい、奥からは上りになるって聞いてましたね、うん、奥に乗せれば上りのパットかということですから、ある程度上についても OK っていう意識なんだと思いますが、はい、3日目までより距離が短くなった分、より一つ精度というものが求められる16番。ここも2つしかまだ出てないんですね、バーディーもね。良さそうですけど、左いっぱいぐらい、とバンカーに入ったんですかね。そして浅地がラフだったんですね。そうですね、割とこうまっすぐ立ったラフにスポッとはまってる感じで。あ、本当ですね、そうですね、ちょっと重そうですね、うん、このラフは、はい、結構強めに振って、はい、飛ばなくなるみたいなアプローチになると思うんですけどね、うん、ピンの向こうもね下ってるので、あ、まあ、割と普通にしましたね。あ、本当ですね、いいタッチですね、うん、はいはい、皆さんうまいですいや本当ですね、はい、さあ浅地も丁寧に臨むパーパットです。ほぼねカップの中でいいと思うんですけども、うん、OK、ナイスパーですね。はい、さあ17番のおさらいです。ここが昨日までの難易度2番目なんですが、その要因というのは秀道さんいかがでしょうか。そうですね、やはりこの左右のこのねフェアウェイバンカー効いている、まずはこのフェアウェイにしっかり置けるかというティーショットですね、はい、で、あの、まあ、もちろんピンの位置によってかなりまた難易度が変わるので、はい、今日のピンの位置に言いますと、やはり当然バンカー越えのところにピンがあるのでフェアウェイキープしてっていうところですけど、ここは風がまた現在どうですかね、はい、アゲンストがしっかり吹いてるかなっていうところなので、若干左からですかね、アゲンストはアゲンストです。左から、うん、左前ぐらいからですか、はい、マッサージは、まあ、有言実行の全ホールドライバー、あの距離はあるんですがドライバーじゃないっていう、こう選択をする選手も、ここのティーショットが一番 ABC で難しいんじゃないです か、 そうですか、この風の時は、はい、そうですよね、結構木が揺れてます、アングルが非常に立ちづらいところでもあるので、離れました、離れて左です。あ、バンカーの少し、ね、大丈夫ですね、はい、ちょっと前方の木がどうかっていうところですか ね、 そうですね、角度的に、うん、大丈夫ですね。そして浅地選手は狙いますよ、これ左向いてますね、左からこれ結構リスキーですね、これは
左に行ったままだと OB もありますよね。OB もあるんで、はい、スライスかけながら高さもちょうどよくいかないと。スライスはかけられそうなライですか。これはすごい、いや難しいですね。7番やはかかってる。これはうまい、これうまいですよ。今どこですか。その真上越えましたね。うわー、これすごい。これはスーパーショットですね。これさっきの15番の二打目よりすごいかもしれない。いやいや誰しもが見ていなかったところを浅地は狙ってきました。素晴らしいショットでした。最終組の3人が17番のグリーンに向かいます。最終組の3人が17番のグリーン上。いや今週はこの浅地のスーパーショットが光ります。これはどういう、横から見るとね、まあラフからのワンショットなんですが、これただ聞いたら本人は、はい、まあ、どうってことないとは言わないですけど、はい、横に出すっていうのはなかったそうですね。フェードヒッターとドローヒッターでも見える世界違うんですけど、はい、でも今のはよく狙ったなと思いますね。浅地選手はもともと持ち球としてはフェードの方が得意だって言ってましたね。そうですか、うん、はい、この角度でもう一度ご覧いただきましょう。これは見事なコンタクトでしたね、はい、あのラフから。はい、じゃあ秀道プロも佐藤プロもちょっとその方向からはあまり想定になかったという。そうですね、あまり見たことないショットですね、あの位置からね。はい、あっちに向くっていうのはね、ちょっとまあ僕はやとにかくもう逆球ですから確かに違う世界なんですけど。まあでも3日目の18番セカンドショット、今日ファイナルラウンドの15番セカンドショット、そしてこの17番セカンドショット、ちょっとミラクルとも言えるようなショットを何回も見せてくれています。風ですか、一度解きました、うん、ちょっと突風が吹きましたね。確かにマイクを通じても風の音が相当強くなってきました。ダブルブレイクの感じ。うわー、来ました。これはすごいバーディーだ。絶対絶命の左ラフからなんと17番バーディー。いやーすごいですね、これは。浅地が一つ抜け出ました。ちょっとこれも微妙なラインなんですけどね。いやー何かお見事いよいよ勝負は18番です。秀道さんも1995年涙を浮かべて初優勝したこの18番。そうですね、その時とはね少しグリーンの形状も違ったりしますけども、はい、まずはこのフェアウェイに置けるかですね。左右のバンカー聞いています、セカンドも、まあ、フェアウェイに行ければ十分ね、うん、アイアンで狙っていけますから、はい、右手前のピンしっかりあのエリアに落とせるように、うん、ティーショットですね。まず、はい、バーディーもね34。そうですね、意外とイーグルは1人だけなんですね。そうですね、はい、今日は杉本エリック選手1人イーグルということなんですけれども、まあ、毎日イーグルは非常に数多く出ている。風としてもフォローになるとは思われるんですが、もうほぼストレートのフォローになりますかね、佐藤さん。はい、フォローですね、フォローが吹いてます。はい、なのでセカンドショットもねフォローの中打つっていうあの右の手前ですが池も関わってきますからね、はい、そういう緊張感あるのでティーショット、はい、しっかりフェアウェイ捉えればかなりね距離も出ていくでしょうからね。そしてこの浅地は昨日のイーグルが秀道さんすごかったですね。そうですね、右のラフからね木が邪魔になるところから、はい、攻撃的なセカンドショット見れましたね、はい、いいイメージが残っているでしょう。ここも左のバンカー越えになりますね、300近くになりますけどね、はい、キャリーがなのでしっかりフェアウェイにキャリーさせないとというところですけど、まあ、右のバンカーに入りますと大体もう前方の木も気になって横に、ね、出していくという形になるでしょうから、はい、右サイドはちょっと避けたいところではありますね。逆光の中、
球筋は良さそうです。高い球で、はい、あ、ど真ん中です。さあ、最高。2年ぶりの3勝目に向けて、まずは一つ山を越えました。ティーショット、でもあれば結構左なの。そして浅地です。さてこれですね、佐藤さん、179ヤード、はい、まあ飛んでますね。8番アイアン。当然ね、池はね、絶対ダメですからね、しっかりヒットできるかですけど、はい、昨日はラフからピンそばにつけてのイーグル、今日は我慢、センター方向、うん、あ、いいとこじゃないですか。そうですね、はい、まだ動いてますか。動いてますかね。でもまあよく打ってきましたね、はい、うん、左の面とか奥行くと3パットの危険性がぐっと上がりますけど、そこはまだ少ないところだと思います、はい、これで2オン成功で優勝に向けてまた大きく一歩前進。ってくるのもかなり緊張感ありました ね、はい、攻める気持ちも持たなければっていうところとね、池には入れちゃいけないっていうところと、でもかなりのこう自信のあるショット力でしょうかね、先ほどの17番のセカンドショットもそうですけど、はい、昨日は右のラフからフックをかけて201ヤード7番アイアンでのイーグル、あの実はこれが今年23戦目初めてのイーグルだったそうなんですが、あ、そうですか、はい、まあ、でもあのイーグルで優勝戦線に踏みとどまって一つ弾みがつきましたと振り返っていた、起爆剤になりますねと言っていた浅地が、まあ、今日は15番のセカンドでまたもう一つ、17番のミラクルセカンドでもう一つ、まあ、浅地が2パットでバーディーを取れば文句なしの優勝ということになります。さあ、結構とはいえ距離が残っているこのパッティングになります。もちろん最後の最後まで秀美さん気は、ね、緩めることはできないところなんですが、傾斜ライン的にはどう見ていく、下りの右に曲がっていくラインですね、はい、秀美さん、ここは本当あの早い早いっていう先入観が、先走りすぎて意外とこう打てないっていうか、そういうの多いですよね。そうですね、ここ、まあ、目に見える傾斜、そしてまあ足の裏から感じる傾斜もね、かなり強く感じる下り傾斜が入っていきますからね、まあ、浅地選手の方からこう斜めに、ね、下っていく、左から右にっていう感じですけども、まあ、当然下りのパットも、ね、残したくないのもありますし、じゃあしっかり打てるかっていうとね、そんな風な見た目じゃないですからね、はい、あ、この景色です。まあ、色が変わっている強烈な傾斜のところよりはちょっとこうずれているように思うんですが、そうですね、はい、とはいえ佐藤プロも秀道プロもおっしゃったスピード感、そうですね、左に目標を取ってゆっくり転がしていきたいんですけど、左の上にも止めたくはないですからね、はい、もちろん2パットで優勝ではありますが、このまま決めるか、うん、しっかり打ちましたね、うん、よく打ててますね、うん、1メートルのウイニングパットを残します、うん、ナイストライ、はい、よく打ちましたね、あそこまでね、本当にパッティングの、まあ、悩みが、ね、あったんでしょうけど、本当に今は強みになってますよね、パッティングが、本人もこれ自他ともに認める、あのかつてはね、あの言い方としてパターイップスという状態に本当に苦しんだそうです。ただ本当にこうゆったり振る、スピードを一転して振る、いろんなことに取り組んできたそうです。
まあ、当然もともとショットメーカーですからね、ですからそういう、まあ、人よりもたくさんバーディーチャンスをね、バーディーパットを打ってきていて、その外している回数が多いっていうところもね、あると思うんですよね。はい、そういう中でよくね、ここまで上げてきましたね。うん、やっぱり優勝したい、そして最終戦に出たいなんていうことも本人は話をしていました、浅地洋介。さあ、ウィニングパットです。素晴らしい。2年ぶりの ABC の戦いを制したのは浅地洋介です。ミラクルショット連発で自らツアー3勝目を手繰り寄せました。おめでとう。